全日本自転車競技選手権大会。全日本自転車競技選手権大会。全日本日本自転車競技選手権大会は、日本における自転車競技の国内選手権大会である。1998年に第1回が開催された。ロードトラックが行われる。ロードは例年6月に開催。トラックは以前は7月。 日程の都合上6月の場合あり開催であったが、2007年以降は10月、2008年は再度7月、2012年は8月となり、2013年は再び7月開催となる。この大会が創設される前は全日本アマチュア、自転車競技選手権大会、全アマが最高峰の大会であり、創設後も位置づけを変えつつ並行していっていたが、 2013年からは、これら2大会、ロードは、ジュニア全日本選手権、ロードレースも含めた3大会を統合して、行うことになった。回数については全員アマノを引き継いだ。そのため、2013年大会は、第82回、全日本自転車競技選手権大会として開催。2014年からは年間スケジュールが再編され、 全日本自転車競技選手権大会として開催される競技も増加した。日本のプロ自転車選手が競輪選手に限られていた1989年以前日本ロードレース界で最も権威ある大会は全アマであった。日本人プロロードレース選手の誕生と世界の自転車競技界のプロアマオープン化の流れを受けて1990年代に 入ると全日本プロ選手権自転車競技大会、全プロロードレース、2007年限りで終了が、競輪以外の選手の出場を認め、オリンピック予選を兼ねるようになるなど、日本一決定戦として注目されるようになった。世界選手権をはじめとする世界のカテゴリー区分が、プロアマから年齢に変わったことに対応し、全アマロード男子エリートに変えて全日本選手権ロードが、 開催されることとなった。2003年からは、日本人女子プロロードレース選手の誕生に伴い、女子競技も、全アマから全日本選手権に移管された。全アマロードレースは、U23 カテゴリーの大会として継続していた。開催地は、持ち回りとする日本国籍を有し、JCF 及び国際自転車競技連盟、UCI 加盟国で、 当該年度競技者登録を完了した男子と女子で申し込み資格獲得基準を満たした者、または JCF 及び加盟団体推薦者に参加資格が与えられる。カテゴリーは以下の通り、年齢は当該年における誕生日を基準とする。2013年大会の申し込み資格獲得大会は以下の通り、直近の大会が対象となる。 個人タイムトライアル形式で行われる全日本選手権。この大会は、上記のロードトラックの全日本選手権より、前となる1997年から2013年までは6月に、秋田県大型村にあるソーラスポーツラインに開かれていた。また、当初大会名は、開時、大会をつけず年次を冠して、2012年全日本。 選手権個人タイムトライアルロードレースが公式に使用されていたが、2013年より開示を使用して、大改善日本選手権個人タイムトライアルロードレースとしている。男子 U17 は2008年、女子ジュニア U-17 は2011年にそれぞれ加わった。2013年大会は、日本パラサイクリング選手権ロード大会も閉催。 2014年からは全日本自転車競技選手権大会のロードタイムトライアルとして同大会のロードレースと同一プログラムで行われる。各カテゴリーの距離は以下の通り、アトランタオリンピックよりトラックレースのオープン化に伴い競輪選手も出場できるようになり、全日本選手権が創設された際、競輪、アマチュアの垣根を超えたレースを提供する場として、 行われることになった。ロードとは異なり当初より女子競技が開催されている。なお、全アマトラックは全日本選手権の選考レースの一つとして存続していた。男子スクラッチは2008年より加わった。2002年まではマディソンも実施されていたが、2003年以降、競技者が集まらずレース中止が続き、2010年にはついに大会要項からも除外された。 2011年の開催は、イズベロドロームの落としのイベントとして開催された。これ以降同所での固定開催となっているが、2010年までは持ち回りであった。2011年より、世界選手権自転車競技大会トラックレースで実施されている男子10種目、女子9種目の合計19種目すべてを行うことになったオムニアムについては、2011年2本。 オムニアム選手大会として同時開催。しかし、2012年の開催では、ロンドンオリンピック後ということなどもあり、参加者が著しく減少したため、オリンピック種目であるオムニアムをはじめ、多くの種目がキャンセルとなり、これにより、当初3日間の日程を予定を2日間に短縮する事態となってしまった。こうした事態に対処するため、全アマを統合の上廃止する一方、 開催回数の継承については全アマを引き継ぐことになった。さらに、他種目との掛け持ちが困難なため、参加者を望めなくなったオムニアムについては別途日程を変えて行うことになり、名称も全日本オムニアム選手権として行う。日本国籍を有し、JCF 及び国際自転車競技連盟、UCI 加盟国で当該年度競技者登録を完了した。 男女、当該年の誕生日で18歳以上で、申し込み資格獲得大会で上位入賞者、または JCF 及び加盟団体推薦者に参加資格が与えられる。参加者1名につき個人種目は2種目、団体種目は1種目まで申し込みか。申し込み資格獲得大会は以下の通り、2001年まではオリンピックスプリント、 2005年より行われていた全日本チーム対抗自転車競技大会の後継大会という扱いで2011年に全日本自転車競技選手権大会トラックレースと同時開催したが2012年は前日の通り中止になり2013年は独立した全日本オムニアム選手権大会として開催され全アマと閉催されていたジュニアオリンピックと 同時開催という形で開かれている。2014年からは全日本自転車競技選手権大会オムニアームとして11月に開催される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。